アキラッチのスカッと皇室、カコ様の恋力、赤べことピカチュウ、キコ様の出自、衝撃ハプニング。はい、どうもガチです。カコ様が13年ぶりに福島へ行かれてましたね。地元の福島テレビも現地でのカコ様を動画付きで報じてましたね。障害のあるボーイスカウトなどのキャンプ日本アグーナリーへの出席ですね。やはりね、小学生高学年が最年長ぐらいのイベントではお話したりとかする場面があるようですね。そしてね、食堂ではエプロン姿で子供たちに声かけながらカレーの配膳とかもされてましたね。スピーチに関してはそのね、長い言葉じゃないし覚えていけばいいんですけども、一応ね、紙を見ながらスピーチをしてましたね。ただね、お言葉としてはその日にね、体験した巨大ランタンのお話とかも織り交ぜてましたね。ドリームドームっていう巨大ランタンを作っていて、スピーチではね、だんだんと出来上がっていくドームから溢れる夢を感じました。国や地域、言語、障害など自分とは異なる背景や状況に対する理解が深まっていくことを願っていますと述べましたね。スピーチはね、上達しましたね。その日のイベントの話題のランタンのドームにも触れてたんで、優秀なゴーストライダーがついたんかもしれませんね。ちなみにね、これがそうですね、これがね、ドリームドームという巨大ランタンですね。だんだんとね、出来上がっていくドームからは溢れる夢を感じましたと、完全にね、ゴーストライターですね。カコ様のご威力ではこういったね、溢れる夢を感じましたとか、そういった言葉に関しては絶対ね、出てきませんからね。カコ様が自分でね、考えたら、すごいとか、おーとかね、そういう感じの言葉しか出てきませんからね。一応ね、宮内庁としてもカコ様が炎上しないようにちゃんとね、スピーチとかを考えられて、少しは皇族をサポートできるようになったんかもしれませんね。ちなみに2日目は会津若松市の県立博物館に行かれたようですね。そこでね、会津の文化や歴史にね、触れられたってことで、火祭り行事三島の祭の神とかね、起き上がりこぼしとか小銃など会津の伝統を紹介する民族部門の展示室を観覧されたようですね。ここでのね、コメントに関しては探しましたけどもなかったですね。ただね、赤べこのことに関しては感想があって、赤べこを見てね、可愛らしいですねってことで感想を述べたようですね。赤べこをね、見た感想が可愛らしいですねってことで、ちょっとね、やはり語彙力がないですよね。ちなみにね、赤べこに関しては福島県会津地方の張り子の郷土玩具みたいですね。べこってのはね、東北地方の方言で牛って意味があるようですね。そして説明をね、聞かれたってあるんで、結構詳しくね、聞いてるでしょうね。赤べこの起源に関しては約ね、400年前の1590年代に遡るようですね。会津地方では当時ね、会津若松城の再建が行われていて、重い石材を運ぶのに大変な苦労があってね、その時に何頭もの牛が石材運搬に活躍したようですね。これはね、赤べこの元となった牛と言われているようですね。なんでね、赤なんか分かんないですけども、赤い瓦とかをね、運んだのか、普通はそれはね、聞いた上で感想とかをしたらね、可愛いですねとか、そういう受け答えにはならないですけどね。他にもね、赤べこに関しては疫病退散とかの伝説もね、あるようですね。会津地方で大きな疫病が流行してから、村人たちはね、疫病から逃れるために赤べこを作って各家庭に飾るとね、不思議なことにその家庭では病気がね、収まったと言われているんですね。だから赤べこに関してはね、お守りとしても使われているんでしょうね。他にもね、城の再建で牛がね、活躍しましたけども、特に力強く働いた赤い毛並みの牛がね、いて、最後まで元気に働き続けたから、その牛にちなんでね、作られたのが赤べこで、その勇敢さとね、不屈の精神を象徴するものと言われているようですね。おそらくね、それらしいことをカコさんは説明でね、聞いたんでしょうね。でもね、そんな詳しく説明されても、語彙力がないカコ様に関しては、見た目しかね、伝わらないから、頭部をね、少し触れると、振り子のようにね、揺れ動くし、可愛らしいと答えたんかもしれませんね。こういったね、博物館とかに関しては、カコ様も苦手でしょうね。視察が終わってからは、千利休の子供の千の昭庵が建てたと言われている茶室を見たようですね。この子供といってもね、養子みたいですね。ただここでのね、コメントに関しても紹介されていなくて、さすがにね、見せ場が少ないと思ったのか、公園をね、訪れていた家族のね、子供に服が可愛くて似合ってるねと語ってたんですね。その子供がね、ポケモンのピカチュウのイラストが入ったね、シャツを着ていて、服がね、可愛くて似合ってると言われてるんですけども、ポケモンぐらいに関してはね、カコ様も知ってるそうですけどね。だからピカチュウの T シャツ、とっても可愛いねとかね、ピカチュウが好きなのとか、そのぐらいのことはね、言えばよかったんですけどね。他にね、好きなポケモンいますかとかね、言うと会話できそうですけども、ポケモンにはね、詳しくないだろうし、好きなポケモン聞いてもね、わかんないし、ピカチュウ好きなのぐらいはね、聞けばよかったんですけどね。ちなみにね、若松城も案内されたようですね。
ここはね、地元では鶴ヶ城と呼ばれていて、瓦がね、赤いのが特徴みたいですね。赤瓦をまとった日本で唯一の天守閣みたいですね。まあこんな感じでね、瓦が赤いのが特徴みたいですね。そのね、天守閣を見て佳子さまは、赤い瓦と白い壁のコントラストが美しいですねとね、感想を述べられたようですね。まあこれもね、佳子さまらしいですね。佳子さまの弟が東京大学に目指しているとはとてもね、思えないですけどね。悠仁さまもお姉さんが待ち伏せでね、おおという感じがすごいしますとか、まあ、そんな感想を述べられていて、どう感じたんでしょうね。まあ、なかなかね、兄弟とかでもそこまでまあ格差がある兄弟とかは聞かないですよね。そこでね、まあ、兄弟とか姉妹とかで学歴にね、格差がある人はいますかってことで、チャット GPT に聞いてみました。ただね、チャット GPT も、まあ、この辺の分野が苦手分野なのかわからないですけども、まあ、聞き方がね、悪かったのか、あまりまあピンとしない答えですね。まあ、千原兄弟とか、小泉進次郎と小泉孝太郎ですね。千原兄弟に関しては、千原ジュニアさんが、まあ、高校にね、進学しなかったんで、まあ、中学校が最終学歴ですね。でまあ、千原誠二さんに関しては高校まで行きましたけれども、高校はね、福知山商業高校で、高校入学の時に知能指数を測って普通に勉強したらね、東京大学に入れるレベルっていうね、開校して以来の高い数値を叩き出したようですね。だからね、特別進学コースに入られたようですけども、まあ、成績がね、悪すぎて2年生から普通科になったようですね。まあこれがね、まあ、微妙ですけどね。そしてね、小泉進次郎さんに関してはコロンビア大学でね、まあ、高学歴で、兄の小泉孝太郎さんに関しては日本大学芸術学部を卒業だから、まあ、そこまでね、低くないですよね。まあ、偏差値はまあ53から60ありますからね。ちなみにね、まあ、苦手なのか、もう一つはね、勝海舟で、歴史的にはね、非常にまあ有名な人物で、彼自身の教育に関しては武士の家庭でね、受けましたけども、彼の兄弟に関しては教育をね、受けてない者もいて、学歴の格差があったんですね。だからなかなかまあ芸能人とかで学歴格差というと、まあ、チャット GPT は苦手なんですかね。まあ、兄弟で芸能人で学歴の、ね、格差に関してはあまりいないのか、ちょっとまあ分からないですね。もっとまあ偏差値とかでね、格差がある姉妹とか兄弟とかね、いそうでしたけども、ちょっと分からないですね。まあ、そもそもね、佳子さまに関してもね、ICU だから偏差値的には高いんですけどね。で、悠仁さまが東京大学に行ってもね、そこまでまあ偏差値格差っていうわけでもないんですけどね。まあ、ただね、佳子さまのね、ICU の入学に関しては、いつも ICU はね、私立だから、まあ、私立だったらね、お金とかで入ってる例に関しても結構ね、あるから、まだわかりますけども、やはりね、東京大学に関してはダメですよね。ちなみにね、佳子さまに関しては、只見線の復旧をね、見に行ってましたけども、あれはやっぱりね、復旧を見たんじゃなくて、絶景ポイントに足を運ばれて見ていたようですね。そしてね、まあ、このね、絶景ポイントから手を振ってましたね。まあ、こういったところからね、まあ、手を振ってから、まあ、やってましたけども、ちょっとまあ、微妙ですね。かなりね、離れてますからね。まあ、この辺にね、通ってるんでしょうけども、まあ、見えないですよね。絶景ポイントから、まあ、旗とね、うちわを振ってる感じで、まあ、そこでね、とても素敵ですねってことと、この瞬間を見たいと思われる気持ちがよくわかりましたと感想を述べたようですね。まあ、地元の人に関してはね、この瞬間を見たいわけでもないと思いますけどね。ただね、JR 只見線に関しても、橋の上だけスピードが徐行運転って感じがしたんで、おそらくまあ絶景ポイントだからそこだけね、ゆっくりと運転してるのかもしれませんね。だからね、まあ、絶景見るために乗る人も、まあ、結構いるかもしれませんね。ただね、まあ、JR 只見線に関しては乗ってる人はね、山側の景色を基本的には見てるでしょうからね。まあ、こういう形でね、只見線が走ってますけども、乗ってる人はね、多分まあ山手の方を見てるでしょうからね。こっち側見てね、絶景ポイントと見てるでしょうからね。まあ、そう考えると、まあ、微妙ですね。山側の景色を基本的に見ていて、だからまあ佳子さまが一生懸命ね、旗と内輪を振ってましたけども、誰もね、佳子さまの方に関しては向いてないと思いますけどね。でもね、一人だけ佳子さまを見てる人がいました。それがね、佳子さまのことをいつも撮影している例のカメラマンですね。まあ、この例のね、アカウントですね。このアカウントね、いつも佳子さまばっかり撮ってるんですよね。こういう形で、いつも佳子さまの投稿がね、多いわけですけども、今回も福島県まで同行したようですね。まあ、ペルーかどうかね、海外にいた時に関しても撮影してましたからね。まあ、福島県専属のね、カメラマンの一人でしょうね。SNS 運用サービスってアカウントでお金もらったらね、まあ、拡散しますよとか、そういった動画制作しますよとか、まあ、そういう活動をしている人ですね。佳子さまの若松城での様子に関しても映像と写真があってね、まあ、そしてまあ JR 只見線の列車の中からも佳子さまを撮影してました。まあ、このね、アカウントで他にもね、まあ、動画も撮影していて、まあ、この辺からね、まあ、列車が来てから、まあ、通っている様子とかも撮影して復旧してますよってことで、ゆっくりでね、まあ、ここから、まあ、カメラとかがね、映りますよってことで。で、まあ、シャッターがね、なってますねってことで、まあ、光ったりとかしてね、まあ、フラッシュがあるんで、おそらくまあここにいるのかなってことですよね。まあ、なかなかね、ここまでする人もいませんからね。本当に佳子さまの、ね、ファンだったら、佳子さまのことだけ撮影したいでしょうからね。
おそらくね、この列車に乗ってる人の他の人たちは逆側の山側をカメラとかで撮影とかしていたでしょうね。でも一人だけね、佳子さまの方を向いて撮影をしていたわけですね。まあ、かなり今ズームしてましたけども、佳子さまに関しては全く見えなかったですね。だけどね、まあ、取材陣のカメラのフラッシュだけ見えましたね。うちわとね、旗を振るんで列車の中から撮影してと言われたんでしょうね。なかなかね、あのタイミングを列車側から撮影しようとは思わないですからね。他の人は反対側を撮影してるのに、まあ、その人だけ佳子さま側を見て撮影って感じで、本当に佳子さまのファンだったら現地で直にね、見えるところから撮影するでしょうからね。列車の中から撮影ってのは頼まれないと無理ですね。今から列車が走るんで手振ってとかね、そういったやり取りがあったんでしょうね。ちなみにね、その佳子さまのことを毎回撮影してる人の投稿にこういう形でね、会津若松に関しては、まあ、紀子さまもゆかりがありますということで書いてますよね。これがなんか微妙ですよね。紀子さまもなんか会津にゆかりがあるのかよくわかんないですよね。でも確かにね、紀子さまのご先祖が会津藩士だったと書いてるブログもありました。それでね、チャット GPT にも聞いてみました。まあ、紀子さまのご先祖が会津藩士だったという事実は歴史的な資料とか公式の情報には見当たりませんと返事がね、返ってきました。まあ、そしてね、紀子さまの父方の家系は鹿児島出身で、母方の家系に関しては和歌山県出身ということで、だからね、紀子さまのご先祖が会津藩士だったってことに関しては確認されてませんということで返事が返ってきました。一応ね、紀子さまの父方の曽祖父が池上四郎で、会津藩士の四男として生まれたとね、あったんで、そのことを確認してもらいましたけども、やはりね、違うと返ってきましたね。少なくともね、公式の資料とか宮内庁の発表によるものじゃないということで返事が返ってきてね、まあ、正確性とか信憑性については慎重に扱う必要があるということで公式に確認されたものじゃないということですね。ただね、まあ、調べてみると信憑性が高そうな情報があってね、それがね、会津若松市にある光徳寺ってお寺で紀子様の先祖の墓があるということで案内している立て札がありました。まあ、こういう形のね、立て札があるわけですね。まあ、紀子様の、まあ、父方の先祖が眠ってますよってことで案内のね、札があるわけですね。これは福島県会津若松市の光徳寺ってところにね、そういう看板があるわけですね。まあ、こういう看板があるわけですね。それでね、まあ、これが何なのか聞いてみました。あまりお墓で皇族の名前とかを利用しないですからね。それでね、チャット GPT に聞いてみたら、画像にある立て札から読み取れる情報によると、紀子様の父方の先祖である池上家のお墓が会津若松市境町にある光徳寺に存在すると記されていてね、立て札の内容に関しては紀子様の父方の家系が会津藩士であることを示唆していて、この立て札が寺院にね、設置されていることから、地元の歴史とか寺院の記録とかに基づいている可能性があるということですね。そのためね、これはまあ単なる名前の利用とか誤った情報とは考えにくいということですね。まあ、寺院がね、公に設置している立て札であることを考慮すると、この情報はある程度信憑性があると回答が返ってきました。でもね、公式の資料とか宮内庁の発表ではこのようなね、具体的な家系情報が公表されていないことが多いでございますね。だからね、立て札に記されている情報が地元の歴史に基づいているとしても公式な情報として扱うには注意が必要でございますね。ただね、そこでもこの疑問なのは、紀子さまの先祖が会津若松にあることに関しては、少なくともね、佳子さまは本当であれば知ってるはずですよね。1ヶ月前に佳子さまがここにね、来ることは分かってたわけだから、紀子さまの先祖がここにね、いたらその話題とかになるでしょうからね。だからまあ、佳子さまに関しては知らなかったのか知っていたけども語彙力がないからうまく話せないし、話さなかったのかどっちでしょうね。まあ、ただね、ご先祖が本当だとしたら、佳子さまが何かね、一言あってもいいと思うし、まあ、そこはね、残念ですよね。そしてね、嘘だったら宮内庁はだいぶ前から立て札とかね、あるし、知ってるはずだから対処した方がいいでしょうけどね。まあ、ただね、紀子さまの出自に関してはね、いろんな疑惑があるんで、本当のね、出自は宮内庁も公表できない事情があるとかね、もしね、会津若松が間違えていても指摘ができない事情があるかもしれませんね。まあ、佳子さまに関しては本人よりも職員さんが大変そうなのが今回ね、改めて感じました。佳子さまに関しては結構ね、振る舞いに関して愛想が良くて、駅前とかでスマホを向けられても普通に手を振ったりとかね、そういった対応は良かったですね。まずね、道の駅の三島宿で子供と話をしている場面があって、子供のね、目線にしゃがんでから話をしていてね、5歳の子供と話をして待っててくれてありがとうとね、そういう感じでしっかりと対応してました。まあ、子供とのね、交流に関しては慣れてますね。ただね、郡山駅前のロータリーでは手を振ってくれているところが撮影されてましたけども、まあ、ここでね、紀子さま直伝の大股開きをして手を振ってましたね。ちょっとね、まあ、佳子さまに関してはボーイスカウトのキャンプとかでもペンの持ち方がおかしかったりとか、そういうとこでね、指摘をされたりとか、直す部分に関しては直した方がいいかもしれませんね。
基本的にね、笑顔に関しては握手負けでね一番いいですけども、足を開くのはちょっとね直した方がいいかもしれませんね。ちょっとね大股に開きすぎな感じがしますね。まあちなみにね、この投稿に関しては、まあ、結構ねバズってるんですよね。いいねが16万ですかね。かなりねいいねがありますね。だからまたね週刊誌とかでは笑顔が素晴らしくて対応もね神対応って感じでいいように報道するでしょうけども、もちろん笑顔で国民に対応してくれてありがとうと素直にねいいねをしてる人も多いでしょうけども、いろんな意味でバズってるんでしょうね。まあこのね投稿してる人に関しては本当にね嬉しくて投稿してる感じで、目の前に佳子さまが来たってことでね驚いていて、その後にね奇跡すぎるってことで喜んでいて、バカ可愛いんだけどってことでそういう投稿がね嬉しさを物語ってますけども、ただこのねバカ可愛いって投稿に関してはいろいろとね指摘されたりとかバズってるようにですね、まあ佳子さまをね批判する人に関してもバカがついてるからぴったりと思って拡散にね協力してくれるし、佳子さまを褒める人に関しても普通にね褒めてる投稿と思って拡散してくれるし、佳子さまにねバカとは何事だってことで反応してねコメントする人もいて、いろいろとまあバズる要素があるわけですね。だからまあ佳子さまの写真とかを投稿するときには、まあ、バカ可愛いっていうのが一つのねバズるキーワードになるかもしれませんね。まあ週刊誌に関してはこのねいい部分しか見てないでしょうからね。まあ、コメントを、ね、見てみても投稿者のコメントがいくつかねありましたけども、少なくともね投稿者に関しては本当に佳子さまのことを可愛いと思っているようですね。そしてねロータリーではそんなに人がいなかったようですけども、入り口付近では佳子さまをね目当てで待っていたかどうかは微妙ですけども、人が多くてスマホとかをねみんな持ってて佳子さまを撮影してました。まあこのね郡山駅とかだったらね、まあ、芸能人がロケとかに来たとかね、まあ、そんな感覚かもしれませんね。乗客数に関しては1日で4万2000人ぐらいだからね結構多いですね。福島県では福島県に次いで2番目にね多い乗客数ですね。だからまあ日曜日でね家族連れとかでいろんな人がいたかもしれませんね、まあ、パッとね動画とかを見た感じでは7割ぐらいの人が手を振ってる感じで、まあ、写真かね動画とかを撮ったりとかしてました。まあ、駅に入る時に関してはみんなね立ち止まって案内されてるし、とりあえずね見ておこうかなって感じでいた人もねいるんかもしれませんね。そしてまあ佳子さまに関しては愛想はねいいんですけども、両方にね手を振らないといけないのに、まあ、片方にだけずっとね手を振ってたんでお付きの職員に呼び止められてましたね。まあ、こういう形でね、まあ、入ってくる場面で呼び止められてね、ちょっとまあこっち側にも手振ってみたいな感じで言われてね、まあ、最初はこっち側ばっか見てたんでなんか戻った方がいいですかみたいな感じで聞いてね、いやもういいですよみたいな感じで、まあ、そのまま行ってみたいな感じで流れてるんですよね。まあ、見てる人と見てない人と何かねいた感じですね。まあ、最初はね駅のホーム側ばっかりに見ていて手振っていてね、まあ、反対側もねいてるんで、まあ、こっちも見てあげてみたいな感じでお付きの職員にね呼び止められて、まあ、そっちもね手振ってからで、まあ、最初の方忘れてたから戻りましょうかって感じで、まあ、そんな感じでしょうね。まあ、これに関してはね佳子さまの場合に関しては悪気がないのがね分かるし、まあ、バカなのかなって感じで、まあ、それはそれでね佳子さまらしい部分でお手振りに関してはね比較的良かったと思いますけどね。まあ、ただね大股開きだけはやめた方がいいと感じましたけどね。ちなみにね、まあ、この佳子さまに関してはお手振りにね夢中に、ね、なってたのか、郡山駅のねホームの方にエスカレーターで上がっていくんですけども、そこでねそのまま下の通路を行こうとしてましたね。まあ、この場面ですね。ここから本当はね、まあ、登っていくんですよね。それがなんかまあ真っすぐね行こうとしてましたね。まあ、ここでね前しか見てないんで、まあ、この曲がることをね、まあ、知らずに行こうとしてましたね。まあ、これもね佳子さまらしいですね。全くまあ先の行動を考えてないのか。ただまあ周りの職員に関してもね、まあ、佳子さまに関してはよくね間違えるから予期せぬ出来事じゃなくていつもの出来事って感じで対応してましたね。やっぱり間違えたかって感じで佳子さまのね前を歩いていたこのね SP なのか職員なのかね、まあ、この人も多分間違えるかなって感じで振り向いてましたからね。歩きながらね間違えるかなみたいな感じでやっぱ間違えたみたいな感じでね、まあ、そういう形で予想した感じでね、まあ、予想通りね間違えたかって感じの注意の仕方でしたね。まあ、この辺はね、まあ、佳子さまのお付きの職員に関しても結構まあ大変でしょうね。まあ、公務のたびにこういった感じで周りの職員がいろいろとね対応が大変そうでしたね。まあ、一応ね、まあ、佳子さまの公務に関しては基本的に大人と会話してもね話が通じないから、まあ、基本的にはまあ小学生とかがメインで懇談って感じでしょうね。まあ、それに関してはね宮内庁がしっかりとね公務を選んでやればいいと思いますけどね。だからまあ海外公務に関しては基本的に愛子さまに譲ってほしいですね。まあ、それにしてもね、やはり今、悪いことをした人たちは、皆裁かれてほしいですね。あなたは誰が対象に対応されておりますか？動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございます。概要欄に Amazon アソシエイトリンクを貼っているんで、何かお買い物をするときに、このリンクから飛んで、好きなものを買い物してもらえると、僕に少し紹介料が入るんで嬉しいです。またね、メンバーシップでも、定期的にどんな商品が購入されたかも発表しようと思います。誰がね購入したとかそういったことは分からないんで安心してください。
皆さんのサポートがこのチャンネルの成長に大きく貢献するんで、よろしくお願いします。またね、チャンネル登録もまだの人は登録お願いします。